フィリップ・エイベルハルト・ヘルマン・コール・シュライバーは、ドイツ・アウクスブルク出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス16位、ダブルス51位。これまでに ATP ツアーでシングルス8勝、ダブルス7勝を挙げている。身長178センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。ガソンリンスタンドで、 オペレーターとして働く父と幼稚園教諭の母の間に生まれ、4歳からテニスを始める。2001年にプロ入り。2004年からトップ100位以内に定着し始め、翌2005年にはベトナムオープンのダブルスでツアー初優勝を遂げ、2006年もオーストリアをオープンでダブルス2勝目を挙げる。とはいえ、シングルスでは2005年全豪オープンでの4回戦。 進出以降なかなか上位に食い込めず、長らくニコラス・キーファーやトミー・ハースの後陣を排していた。2007年にコール・シュライバーはさらなる躍進を見せる。同年4月、地元ドイツでの BMW オープンでミハイル・ユージニーを2から6、6から3、6から4で下し、シングルス初優勝を遂げると、ユージニーと組んで出場したダブルスでも優勝し、 同大会で単腹優勝を果たす。2008年もその好調は続き、年初のハイネケンオープンでシングルス2勝目を挙げると、全豪オープン3回戦で当時世界ランク6位、第6シードのアンディロディックを試合時間3時間50分、6から4、3から6、7から6、6から7、8から6の激戦の末下し、2005年以来2度目の4回戦進出を果たす。 4回戦では、ヤルコ・ニエミネンに敗れた。2009年全仏オープンの3回戦で第4、シードノバク・ジョコビッチを6から4、6から4、6から4で破り、全仏では初の4回戦進出を果たした。トミーロ・ロブレドに4から6、7から5、6から7、2から6で敗れ4大体開発のベスト8進出を逃した。年、ゲリウェバーオープンで、 シングルス5度目の決勝に進出。ドイツ対決となったフィリップ・ペッシュナーが途中棄権したことにより優勝。3年ぶりのシングルスツアー3勝目を挙げた。2012年の BMW オープンでマリン・チリッチを76、63で破り、ツアー4勝目を挙げた。同年のウィンブルドンでは、キャリア初の4大大会でのベスト8に進出。準々決勝では、 ジョー・ウィルフリードツ・オンガニ6から7、6から4、6から7、2から6で敗れた。2012年からは主に得意としているクレーコートで実力を発揮し、2016年の BMW オープンでは決勝でこの年2勝を挙げていたドミニクティームに対し7から6、4から6、7から6で下した。2017年のドバイテニス選手権の準々決勝では、 世界ランク1位のアンディ・マリー相手に7回のマッチポイントを迎えるも7から6、6から7、1から6で敗れた。第2セットのタイブレイクの18から20のスコアは史上最高タイで1991年以来史上6度目である。オープン会以降 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選開戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 不戦勝、不戦敗は通算成績に含まない。ウィキメディアコモンズにはフィリップ・コール・シュライバーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。